太郎伝説の始まり始まり、元祖とは日本で一番早くから伝えられている話なのです。昔々岡山美正家の国に歌野という里があったそうです。岡野三崎町歌野 のことだ。そこを流れる歌野川のほとり古谷市というところにおじいさんとおばあさんが住んでおったと。おじいさんは山へ引っ張ったり、おばあさんは歌野川の洗濯岩に洗濯に行ったそうだ。おばあさんが洗濯をしていると川上から大きな桃がどんぶりこんぶりすっこんごこんぶりすっこんごと流れてきたそうだ。こりゃうまそうな桃じゃ、持って帰っておじいさんと一緒に食べよう。おばあさんは桃を拾って家に持って帰ったと。山から帰ってきたおじいさんが、こりゃうまそうな桃じゃと包丁で桃を切ろうとしたら、パカンと二つ言われて中から子供が生まれてきたそうだ。男の子じゃ、うちには子供がおらんけ、うちの子に一緒じゃないか。桃から生まれたけ、桃太郎という名前にしよう。桃太郎はおばあさんの作った卵かけご飯をうまそうに食べたそうな。卵かけご飯を食べると大きくなるで、元気な子になるで。桃太郎は1杯食べれば1杯だけ、2杯食べれば2杯だけ、どんどん大きくなったそうな。そして力強い若者になり、都へ剣術の修行に出かけていったと。さて、北の中に鬼山と呼ばれている山がある。この山にいつの頃からか鬼が住みついて、村人から大層恐れられていた。鬼たちは山から村に降りてきてはあちこちで悪いことばっかりする。わしは納屋に置いとった米や麦を盗まれたんじゃ。わしは、店に買い物に行きおったら鬼に脅されてお金を取られた。うちの子は鬼に服を脱がされて裸踊りをさせられたぞ。もう腹の立つ言葉じゃ。でも逆ろうて鬼を怒らせたら何をされるかわからんでの。村人たちは困り果てていた。鬼山の近くにはお寺があった。ある日鬼の子供たちがやってきて、今日は寒いな、焚き火でもして当たろうじゃないかとお寺に火をつけたんじゃ。パチ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 、激しく炎が立ち上り、火はまた瞬間に大きくなった。大変じゃ、お寺が燃えてるぞ。お寺がとうとう丸焼けになってしまったそうな。ああ、鬼が火をつけたんじゃ、今日の。村人たちはお寺の焼け跡を眺めながら恐ろしくてブルブル震え上がった。お寺のあった場所は今でも焼け寺と呼ばれている。村人たちはみんな集まって相談したそうな。このまま鬼をほっといては大変なことになるぞ。どうすりゃええかの。でもわしらの力じゃ鬼をやっつけることもできん。そうじゃ、桃太郎という若い者が都へ剣術の修行に行っとる。桃太郎に頼んでみようや。いや、ええ、桃太郎さん、早く帰ってきてくれんかの。村人たちは桃太郎の帰りを待ち望んでいたの。桃太郎が村へ帰ってきたと。皆さん、お久しぶりです。修行をして帰ってきました。挨拶をしたかと思うと、桃太郎は米俵を片手でひょいっと持ち上げた。おお、大した力持ちじゃ。桃太郎さんの留守の間に、鬼山の鬼の悪さがだんだんひどくなって、お寺も焼かれてしまったんじゃ。鬼に
みんな困るんじゃ。桃太郎さん、鬼たちをやっつけてくださらんか。村人たちは頭を下げて頼む。よっしゃ、わしが鬼退治をしよう。おじいさんとおばあさんは桃太郎を決心してくれた。力のつく岬団子を作ったけん持っていきんさいと桃太郎を送り出したそうだ。桃太郎が鬼山を目指していると、西堀の犬ヶ花というところから犬がやってきたそうだ。犬は岬団子をもろうて桃太郎についていったそうだ。それを聞きつけた和田北の猿ヶ城というところから猿がやってきた。それからさらに北の西に鳥ヶ坂というところがあって、そこからキジも来て岬団子をもろうてたことになった。桃太郎たちはどんどん歩いて鬼山を目指した。桃太郎たちが鬼山に登っていると突然ガランガランガラン、ガランガランガラン、ガランガランガラン、ガランガランガラン。鬼に気をつけろ。桃太郎たちが鬼山の頂上に着くと見出しが待ち受けていたんだよ。これは一方一の桃太郎じゃ。村人に悪い言葉して許せん。覚悟せ。鬼たちは牙を剥き出して向かってきた。何日本一の桃太郎だと偉そうなこと言うな。こっちこそやっつけちゃる。ブンブン卵を振り回しながら離れてきた。ものすごい勢いだ。桃太郎は危うし。先生、先生久しぶりだろ。先生、これでワコ見えるか。見えるか、見えるか。卵をかわし。先生、ジオクラゴミだ。頭を切りつけた。犬がワンワン、掴みつき、猿はキャッと引っ掛け、俺はちょっと俺を釣るよ。回したのじゃ。鬼たちは俺はワン、逃げろ逃げろと太郎がジャブジャブ渡り向かいの山へ逃げていったと。わらまで桃太郎たちは釣りを追いかけ、ついに鬼を押さえつけた。まいったまいった、悪いことは設計に怒られてくれ。桃太郎が鬼たちを退治した山が退治山吉井町の教育長というところ。あの旦那が桃太郎たちは意気揚々と引き上げ、村人たちが一緒になってえいえいおーと高らかに勝ち時を上げた。学校長上がりね。あれは面白い男だと話してた。これで安心して暮らせるのを桃太郎さんの面白いから公平があると思う。これはそこね。桃太郎と村人たちは村の鎮守の森に集まって料理の報告をし、祝詞をあげたそうです。神様、おかげさまで村は平和になりました。どうかこれからも見守ってください。祝詞をあげたので、のっつのという地名になったの。見ちゃった。池上よし。ああ、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 鬼山に鬼の墓を作って供養してやった。で今でも鬼の墓が鬼山には残っているじゃん。今鬼山は地域のシンボルとして人々に愛され大切にされています。そして桃太郎も鬼も幸せを運んでくれるものとしてみんなから愛されているのです。おしまい。